芦沢顧問は生放送教室にどうだいるのかいないのかなんだ。あれ来た来てる来たよーい昨日ない来たやってくれるわけね、ここはね。やりますよ、もちろんでございます。東京ヘムから全国38局へ向けて授業中、スクールブロック受験生応援キングオブジョーク。今年受験生を最もホッとさせるジョークは一体何なのか。特設サイトでジョークの勝ち抜き戦を行っているんだけれども、はい、現在のチャンピオンというかもうスーパーチャンピオン栃木県16歳女の子ラジオネームバナーナーのジョーク。内臓がないぞとは言わせないぞ。校長の遠山です。ロックのスペルは LOCK。 そしてバナーナに対するチャレンジャー福岡県14歳女の子ラジオネームパンダ大魔王のジョーク。数学の点数悪かった数学京都の足田です。まあこのねパンダ大魔王のジョークももちろんね、はい、シンプルでいいんだけども、そうです、数学と数学ね、はい、スーパーチャンピオンのバナーナが今んとこもう4週ぐらい勝ってんのかすごいですよ。やっぱさらにその前にも勝ち抜いてるから、はい、6人ぐらい今周りに生徒が倒れてる状態二王立ちのままずっと いるわけだから、これ誰も勝てねえよ、これどうしたらいいんだ。さあこのバナーナとパンダ大魔王の対決なんだけれども、どちらのジョークが受験生のみんなホッとしたのか、もちろん判定が出ております。マジか。栃木県バナナなのか福岡県のパンダ大魔王なのか、キングオブジョーク、うん、今回の試合を制したのはどっちだ。県でわかるからね。栃木県16歳女の子ラジオネームバナーナ。来ましたじゃねえんだよ。5週勝ち抜きよ。どうだったから一回も負けてないんだから。なんここまでもうファンがいるの、もうすごい。現在ですねギャグを募集中です。さ、そして早速次の挑戦者が現れていますよ。もう来てんだよね。もういます。これね、いますよ。こんなこと言っちゃあれかもしれないけど、はい、もうストップザバナーナ。あ、なるほど、ね、俺はちょっともうこのねスローガン掲げたい。なるほど、うん、もう倒していこうと。ちゃんと次の世代が芽生える時期だと。 そろそろ世代交代があって世代とかだから、ね、ただ強いよバナーナ。まだ第一世代の段階なんだけど、内臓がないぞと言わせないぞ一本でここまで来てんだからね。そうですね、うん、じゃあ続いてはどうなるか。大分県13歳女の子ラジオネームマリア三世のジョーク。妖怪になんか妖怪なんて書いてみようかい。トリプルだね。トリプル入りました、ね、久々のトリプルかな、はい、これね、まあ、バナーナもトリプルだけども、だからトリプルバトルですわこれね。トリプルバトルのトリプル返しなわけだからこれね。そうですね、これちょっといい勝負なんじゃない。で同じ技を持った2人がね、一体どっちが勝つのかという問われる部分でございますけれども、バナーナとマリア三世のジョークどちらがホッとしたか。あ、どうなんだろう。たった今から特設サイトで投票受け付けます。どっちも頑張れ。締め切りは来週水曜日の夜12時、結果は来週木曜日に発表します。そしてまだまだキングオブジョークのエントリーも受付中です。詳しくは特設サイト見てください。よろしく。さらにこのサイトでは毎週生徒みんなが送ってくれたジョークの数に応じてメーターが上がっていくという仕組みになっております。これがいっぱいになると校長先生が面白いジョーク動画をサイトにアップしてくれるってことになってるんですけども、もう無理じゃん今週は。食い気味できてるけどどうだ。もうないでしょ。どうなんだ。ここまでは3回ぐらい連続で頼むよ。いったぞ。 ありがとう。やったー。あ、嬉しいね。さあ今回もメーターがいっぱいになりました。ということで校長先生いつものやつよろしくお願いします。頑張りやす。動画この後撮影して特設サイトにアップします。さあそして10時台に引き続き今夜のスクールオブロックには、どうもよろしくお願いします。竹蔵です。あれ、いやー、だって変なおじさんということで、本当にね、はい、正しい姿で。今後もやっぱ変なおじさんのテンションでしたけれども、乗ってきましたよ。ありがとうございます。上がってます。上がってきました。よろしくお願いします。いや、これ受験生のみんなもこれものすごいテンション上がってますし、はいはいはい。埼玉県17歳女の子ラジオネーム永遠のドリーマー。永遠のドリーマー。うん、竹井先生の話すごく糧になる。心に響きすぎてすでに泣きそう。うわ、私にも大きなチャンスが与えられてるんだね。うん、今のゆらゆらしたプレッシャー不安がいつかしっかりしたものになるといいな。それまで努力をやめない。ああ嬉しい。まあ、受験生のみんなが抱えてる不安は、うん、これはもう全てチャンスだと。さようでございます。行きたい学校に行くことができる、なりたい自分になれるチャンスであるという言葉で、うん、永遠のドリーマーもね、うん、なんかもうちょっとウキウキし始めてくれてるみたいな分だから、はい、俺が嬉しいね、はい、もうね。本当ですか。俺が嬉しい。ありがとうね。いや、びっくりマークもたくさんつけてくれて、すごく力になってますよ。さあということで改めまして、本日は受験生応援突破スペシャル、はい、芦沢教頭改め応援部顧問の芦沢顧問、おっす、これ受験生のみんなにこうエールを届けるべく、はい、ですね、黒板アートのチャレンジにこれ挑戦中ということで、はいはい、そうなんでございますよ。なのでね、私もすぐさまこの後もね、はい、黒板アートに挑戦したいと思っておりますので、はい、ちょっとじゃあここを離れて、ちょっと待ってもらっていいですか顧問。
顧問、今どうすか気持ち的には正直。どういけそうって感じですか。いや、もちろん不安な気持ちもありますけれども、はい、まあなんとか耐えていかなきゃいけないなという感じですよね。鹿児島県15歳女の子ラジオネームゆりゆずポップン。ゆりゆずポップン、沖縄ありがとう。黒板アートやったことある。めちゃめちゃ難しいし時間かかるよ。教頭大丈夫、頑張れ。ああ、ありがとう。そういうことは嬉しいわ本当に。青森県19歳女の子ラジオネーム、金星リンゴ。金星リンゴ、明日は教頭、黒板アート頑張ってください。ありがとう、応援してます。すごく楽しみだな。おお、そう言われてやっぱり完成を素晴らしいものにしたいという気持ちになりますから。ただまだまだ応援やっぱりしたいって人たくさん顧問いるんですよ。マジか。武井先生もちょっと一緒によろしいですか、お付き合いの。はい、わかりました、よろしくお願いします。もしもし、もしもし、校長のドア山です。教頭の、あ、応援部顧問の芦沢です。そして武井壮です。菅健太です。菅健太先生。菅君、菅健太、あの、本物、本物でいいよね。あの菅健太です。自分で言うそれ。自分であんま言わないよ自分で。ちょっと前かもしれないですけど、舞台版ナルト、あれもお疲れ様でいいんですよね。あ、はい、無事に終了いたしました。お疲れ様でございました。これ今菅先生は、今何してる最中ですか。今ちょっとですね、はい、実は撮影で、はい、地方に来ておりまして。映画、ドラマ、まあ、ちょっとそれまで言えない。言えないんだね。あ、でも何かがあるんだな。そうなんですよ。で、今日本当はその学校にね、その直接伺いたかったんですけど、はい、どうしても行けないということで。なるほど。まあ、でもちょっと応援したい気持ちがありまして。マジっすか。でもこれ、はい、応援っていうのはその何を応援してくれるわけですか今日は。受験生をね、応援する授業ということで、芦沢、はい、顧問が、はい、あの黒板アートにチャレンジしていると聞きまして、はい、そうなんですよ。はい、芦沢顧問とそして受験生に応援を届けたいと思って、こうして電話でちょっとつないでいただきました。忙しいのにわざわざありがとう本当に。いえいえ、本当嬉しいね本当にね。本当生徒が何よりも嬉しいと思う。地方だからね、通話料も結構かかるんで、それも一晩に避けてくれて確かにね、と嬉しいですよ。こちら持ちで、こちら、こちら持ちで、それこっちが払った方がいいんじゃないかな。多分だけど、僕の気持ちなので。マジっすか。ちょっとじゃあ菅先生、あの気持ち届けていただいてよろしいでしょうか。そうですね、まずは芦沢顧問に。うっす。いや、もうやっぱり本当にコグマアート、はい、ちょっと僕自身楽しみなんですけど、はい、もう本当に今こうしておしゃべりしてるのも、はい、大丈夫なのかなと思いつつも。大丈夫ですよ。でも、あの本当に楽しみにしつつ、はい、やっぱ12月で一番頼もしいなと。なるほどね。誰に言われたの、ね、誰に引き込まれた、その情報を。今までと比べるとね、楽しいよ。さっきからなんか薄い言葉しか出てきてないんだ。本当に頑張っていただいて、おい、ね、しいご飯をぜひ、東京帰りましたら、一緒に食べたいなと思います。何の話してる今これ。ご飯食べようって話してる今これ。ご飯も食べよう。なんで急に食べ子になった。まずはやっぱりね、はい、一番黒板アートにね、はい、そうですね、受験生応援していただきたいなと思います。頑張ってください。ありがとうございます。付き合いで書かせていただきます、はい、じゃああとは受験生のみんなに向けてもよろしいでしょうか。そうですね、お願いします。お願いします。はい、なんかでもその僕が何か言うのもあれなんですけど、受験ってすごく人生の中で大きいことだなぁと僕も思っていて、こうなかなかそのなんだろう、回数を経験することもないことだと思うし、こう受験っていうこと自体がやっぱり一つ大きなことなのかなぁと。その間に勉強したこととか辛かったことっていうのはなんか実はすごく大切なことで、こういろいろなことが詰まってるんじゃないかなと。今はすごく大変だと思うし苦しいと思うけど、努力した分だけ何かは返ってくると思うので、ぜひ最後まで頑張ってほしいなと思います。最後にこの言葉を届けたいと思います。受験生諸君頑張れ。菅先生ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。引き続き撮影も頑張ってください。頑張ります。でまた生放送教室でお待ちしてますんで、もうぜひぜひ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。請求クリア。請求出た。これね、菅先生のジングルなんですよこれ。菅先生、はい、もう一瞬分かんなくなる、本当にうますぎて。ありがたいね。いや、ちょっと待ってください、パワー入りまくりましたよ今ので。入ったでしょこれ。生徒の力も入ったし、菅先生の言葉も入りました。ちょっと早速黒板アートを集中して、はい、仕上げにかかりたいと思います。いってらっしゃい小判。行ってきます。おっす。さあ、いいね、気合入ってて。ということで今夜のスクロブロックは、受験生応援突破スペシャル。
さあまだまだ時間ございますので、武井先生と一緒に、はい、よろしくお願いします。受験生のみんなの不安ガンガン突破させちゃいましょう。よろしくお願いします。行きましょう。もしもし、もしもし、校長の遠山です。突破先輩の武井壮です。福島県18歳、ラジオネームあざまろです。あざまろ、うん、あざまろ君、はい、18歳ってことは高校3年生でよろしいな。はい、もちろん受験生。うん、はい。どうだ、まず12月8日の時点での今のお前の調子は。そうね、うん、まあ、なーなーですかね。なーなーというのはどういう状態。いや、学力的にはそんなに悪くはないんですけど、その自分のやりたいことも決まってるんですけど、そのどこの大学に行くのが一番自分にとっていいのかがまだ分からなくて、選びきれてないか、志望校を決めきれずにいて、なるほど、悩んでます。え、ちなみにやりたいことは何なの。そうね、将来は学校の先生になりたいので。ほう、なるほど。教育学とかそういうのを学びたいんですけど、どこで学ぶのが一番自分にいいのかっていうのがよく分からずいて、で高校入試を失敗してるので、大学は失敗したくなくて、こうどこでもあって、こう決めきれずにいて、校長と武井先生には、人生の岐路に立った時に、どういう思いで今の道をこう選んだのかっていうのを聞きたいです。そうか、じゃ選択肢じゃいくつかあるのか。あるけども決めきれない。結構自信あんだね、じゃあね、勉強には、一応模試の判定も、なかなか良い判定をいただいてるので、まあ、なんとかセンターを乗り切れればなんとかなるかなと。あ、なるほど。まあまあ自分の志望校には入れそうな雰囲気があるってことね。はい、決めて何をもってこのね、いくつかあるうちの一個、どこ行ってもまあ同じなのかなとか思ったりもしますし、こっち後から後悔するのも嫌だなとかも多分思うんだよな、頭が。そういう時期だよ。俺もね、そういう時期ありましたよ、大学どこ行こうかなとか。で俺はちなみに大学決めた理由は名前で決めたんですよ。名前、俺神戸学院大学ってとこ入ったんですけど、神戸だし学院だしかっけえなって入ったんですよ。ただ名前で決めたんだけど、俺には目的があったんで、あの高校であるスポーツやってて、それは怪我でダメになっちゃって、大学で必ずあるスポーツを選んでどこの大学に入っても日本一になるって決めてたんですよ。だから別にどこの大学でも良かったんですよ、俺は。あの4年間自分が新しい力を手に入れるために使おうと思ってたんで、だからそれはどこの 大学でも良くて、その先にゴールを決めてたん で彼もそのゴールがあるって言ってるけど、あのね、多分今18歳でしょ、でその大学ってさ、山ほどあるじゃない、扉が。いろんな大学の名前ついた扉あるでしょ、で山ほど扉最初のうちはあるもんなのよ。でも人生はなんかその先に、じゃあそれは扉入ってから学校で勉強できるわけじゃん、いろんな勉強。ほんで俺はなんかどこの大学入るかよりも、その大学入って何を手に入れたいかをやっぱり一番フォーカスした方がいいわけだから、その大学にどんな先生がいて、どんなことが学べて、どんな力を持って次の扉に迎えるかだと思うわけで、その扉の数は年取って社会に進んでいくごとに少なくなっていくから、一番最初が多いのよ。学校もいっぱいあるし、どれに行ったらいいのか、どの扉開けようかなって。そしたらちょっとね、今度ね、数少ない、例えば今度はね、就職で会社の数だけとかになってきたりとか、でそれが会社入ってみたら今度はその役職の数だけになってたりとか、そしたら今度はビジネスの職種業種の数だけになってったりとか、どんどんこうね、扉の数狭くなって大きくなっていくわけだから、今はねまだちっちゃい扉が山ほどあるから、どれにしようかなってまだ選べちゃってる状況だけど、俺ぶっちゃけね、どこに入ってもいいと思う。例えば日本一の大学入って日本一の教育受けるんでもいいと思うし、それじゃあ俺みたいに名前で選んでどこでもいいから入って、その中で日本一取ってやろうでもいいと思うし、だから自分がその中に、扉の中入って何するか、何手に入れるかっていうのをやっぱりまず先に決めといた方がいいし、で今決まってることなんてまだ手に入ってないもんばっかりの中で決めることだから、大した選択じゃねえから。だからその扉入った後に何手に入れたかでもっと大きい扉が出てくるから、その時にいい選択できるように、心してそこの扉を開く方がいいと思うよ、俺は。はい、どうかね。はい。感動しました。いや、なんか感動とかじゃねえんだけどさ、俺の経験だね、本当に。いや、でも今のやっぱあざまるお前が、はいって言った二言か、二文字か。そこになんか俺はもう決意が、ちゃんと込められてる俺は気がして、武井先生の言葉をいただいてね、はい、
まだもうちょい時間はあるわけじゃんか、うん、はい、だからそこの間でもいろいろ考えることもできるわけだし、そうだね、並行して勉強はちゃんと続けて、はい、うん、はい、で今持ってるじゃん、その小学校の教員になりたいっていう夢、うん、で、はい、もしかしてその扉開けた後に手に入れたもんでもっとでっかい夢が見つかる可能性もすげえ高いからある、ああ、だから今の決めることが人生全て決めることじゃねえからさ、どんどん夢持って手に入れれば入れるほど扉の数も増えるしでっかくなっていくから、それを期待してね、あの大学の4年間送ってほしいなと俺は思うね、はい、頼むぜ、頼みます、頑張れ、はい、ありがとう、はい、ありがとうな、あざまろう、何どうした、したっけねー、したっけねー、したっけねー、会社でバイバイ挨拶武井先生、はいはい、もちろん受験生のみんなに届けてもらってるんですけど、僕も横で聞かせてもらってて、いや本当そうだなって思って、マジで多分聞いてるみんなが今、うん、いろんなものをみなぎってると思いますし、そうだと嬉しいね、ね、うん、なんか俺も何もない時期から、はい、やっぱここまで、はい、毎日、うん、本当に自分のそういう目標に向かってじゃないけど、はい、突っ走ってやってきたら、はい、でそれの時間が今役立ってこうなってるから、はい、みんなにもそういうに希望を持って、はい、楽しく時間使ってほしいんです、実際その体で体現してくれてるじゃないですか、今の武井壮先生を毎日見るし、はい、テレビで、でそれはやっぱそれをこうねずっと積み重ねてきた結果なわけだから、間違いは絶対ないわけで、武井先生の言葉には、そうね、ね、だ本当に身につけた力の分だけ扉も増えたし、はい、で今でかい扉まだ目の前にあるから、はい、もう一発ぶち破ってやると、もう突破してやると思ってますんで、ありがとうございます、一緒に頑張りましょう、お願いします。さあもう、授業がですね終了の時間になってしまったんですけれども、うん、いつもはね私校長の遠山が、黒板をこの場で書いて授業を締めさせてもらってるんですけれども、はい、もう今日授業のど頭から、うん、安田教頭と安田顧問が、はい、もうどでかい黒板にね黒板アートの方を書いていただいておりまして、ね、あれほぼ完成してる感じなのかな、はい、もしかして顧問だいぶ息が荒いですけれども、はい、なんとか完成いたしました。おーってことは本日の黒板、はい、もちろん安田顧問に託してもこれは、はい、よろしいですね、大丈夫です。ちょっともう目に入ってる黒板だけで相当すごいですけど、これどうしますか、はい、この場でもう託していいですか。わかりました、喋ります。いいですか、はい、お願いします。それでは安田顧問よろしくお願いいたします。今受験生のみんなはとにかく不安で、もう何やってもダメだとか、いろんなものに押しつぶされそうな時期だと思います。なので僕はねこの絵を描いてみんなが少しでもなんだろう気持ちとか不安がなくなればいいなという思いで描かせていただきました。で僕が描いたのは自分の未来を描くというものです。自分の未来を描く、はい、はい、自分がなりたいもの、自分がこういう風になりたいとか、こういうものに憧れてるとか、そういったものをこの僕が描いたイラストがですね、うん、想像して、まあ、僕が描いたのはスーパーマンになってるイラストを描かせてもらったんですけども、真ん中にどでかくマントをね、はい、たなびかせながら飛んでいるスーパーマン、はい、それを想像して、うん、目指すことによって形になるんです。僕はこの絵を描いてみんなに応援したいなって、この絵を完成させたいなって思いで描きました。そして形にしました。この絵をぜひ見てですね、今度は逆に今度は受験生のみんな、君たちの番です。君たちがこれを見て今目指してるその受験、その先の向こう、その先の自分を形にしてください。さあ顧問、はい、顧問が生放送教室に戻ってまいりまして、戻ってきました。2時間かけて書き上げていただいたこの黒板アートが生放送教室の目の前にドドンと、はい、なかなかな対策ですないかがですか武井先生、これいやなんかね、はい、本当に勢いあってね、はい、思い描いた自分がドーンってね、はい、殴りかかってくるようなそんな感じに見えますね。ありがとうございます。色も鮮やかで、はい、マジで元気が出る、元気でいいね。でさらにこれもちろんみんなにも見てほしいということで、顧問これ、はい、サイトにアップしてもよろしいですね。もちろんです、そのために書きましたからね。ということでもう今アップされているんで、ぜひこの顧問の黒板アートを見て勇気もらってほしい、はい、不安な想像に持ってかれるな。ポップな方に明るい方に行け、みんな。東京 FM から JFN 全国38局に向けて授業してきたスクローブロック下校の時間でございます。いや本当にね、はい、お疲れ様でございました。今日はみんなのためですから、これはなかなか途中でね結構不安があったりとかっていうのもあったと思いますけれども、初めての挑戦でしたけれども、はい、やっぱりみんながね、うん、どうしてもこの突破したいって気持ちあったので、はい、それをこれ僕が受けて自分が突破できないわけにはいかないですから、はい、なんとか形にしました。ありがとうございます。いやー嬉しい、素晴らしい。これで少しでもね、うん、今日もう寝ちゃおうかなとかって思ってたやつも、うんうん、いやもう一問これ頑張ろうと、ね、頑張れよ、この画像見てね、はい、うん、
さあということで芦澤顧問が書いた黒板アート、サイトにアップされているとともに、うん、待ち受けにもこれね、して嬉しい、それ嬉しいな。例えば受験でしんどい時、これを見てね、もう一回こう勇気出すとか、はい、当日ね、受験のセンター試験の当日とかもこれ見ることができるように、はい、ダウンロードできるように明日するので、ありがとうございます。ぜひ突破の特設サイトからダウンロードをしてほしい、みんな頼む。なので来週発売の突破、そしてこの芦澤顧問の黒板アートの待ち受けから辛い時、諦めそうになった時、ぜひ力もらってほしい。ダブルで効果あるから絶対に。そして武井先生も今日2時間、はいはい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。本当に僕もなんか元気になりました。本当ですか。はい、本当に学生たちが本当になんか元気なメッセージくれたんで、はい、はい、改めましてありがとうございました。こちらこそ、はい、本当に今年もどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。スクールブロックは明日夜10時に再び開講。起立。あたってマジで俺たち、はい、受験生のお前本当に応援してるからね。そうだぞ、うん、祈っとるぞ。死に物狂いで、死ぬ気で、死なねえから頑張れ。礼待